やあ、俺の名前はオーク、カンボジアで暮らす農家だ。ふぅ、とりあえず今日のノルマはこれくらいかな。帰ったらこれを乾燥させて。おーい、オーク、ちょっと待ってくれ。サム、どうした？ちょっとココナッツ取りすぎちまってよ。悪いけど、そのトラックに乗せてってくれねえか。おー、いいぞ。待ってな、今すぐそっちに。いや、大丈夫大丈夫、俺がそっちに行くよ。ラッキーラッキー、これでこんな重たい荷物ともおさらば。サム、サム、こんなの手ありかよ。嫌いってやつは俺たちからどれだけ奪ったら気が済むんだ。対人地雷、それは戦争紛争が残した悪しき負の遺産。直径10センチ、厚さ4センチ程度の小さな円筒形のその兵器。値段にして一つ数百円程度という破格の安さながら、その威力と及ぼす影響力は絶大で、敵の侵攻を食い止めるだけなら実に有効と言えるだろう。だがしかし、そのせいでこの世界の地中は至る所にその脅威が潜んでいる。その数なんと1億個以上。20分に1人誰かが地雷の犠牲になっているのが現状だ。そしてここカンボジアやアフガニスタンなど内戦の激しかった国々では、頻繁に使用された地雷が行方知らずになったまま人々から平穏を奪っていた。1997年のオタワ条約で対人地雷の使用とかが禁じられたとはいえ、すでに無数に埋められている以上、もうどうしようもないのが現実。誰がどこに埋めたのかも分かっていない危険地帯の上を歩かなきゃ生きていけないなんて、こんなのまともな暮らしじゃねえよ。条約のおかげで地雷除去の費用や技術的支援が増えてはいるが、除去そのものは基本手作業なのが現状。ジャングル化してしまった地雷原の上で草木をこの手で伐採してから金属探知機を使うのだ。だがその探知機の精度も、ここかって、なんだよ、ただの金属片じゃねえか。こんなんじゃまともに見つけることすら。ソバーと見つかったかと思えば、それは爆発音と一緒。俺たちの日常は命の危険と隣り合わせだった。誰でもいい、俺たちを救ってくれ。常に絶望と悲劇の叫びが轟く中、ついに俺たちの苦しみを受け止めてくれる国があった。それが日本だ。先日カンボジアに地雷調査に行ったが、正直言ってあそこの逼迫している状況は私の想像をはるかに超えていたな。そんなにか。なあ、埋まっている地雷は500万個以上。それに対してやれることは手作業での危険な伐採と精度の低い金属探知機を使ってスコップでの除去作業。一歩間違えたら吹き飛ぶかもしれない中で、それだけの作業をしなくちゃいけないんだ。安全圏にいる人から見たら狂気の沙汰とも捉えられかねないものだったよ。なるほどな。道理で帰国してからお前がずっと鼻息荒くしてるわけだ。カンボジアの地雷探索センターとも手を組んで本気なんだな。ああ、ただでさえカンボジアは1年の半分以上が雨のせいで爆発しやすくなったり地雷が流されたりするんだ。効率的に、そして安全に除去を行えるような機械を誰かが作らないとこの負の連鎖は終わらない。先輩すみません、地雷の除去ってなぜそんなに難しいんでしょうか。ヘリコプターで上空から重い鉄を引っ張っていったりして一気に爆発させてしまえばいいんじゃないかと。いくつか理由があるが、現代の地雷は様々な種類があり、起爆する条件がそれぞれ異なっていることが大きい。例えば対戦車地雷は100キロ以上の重量がかからないと起爆しないので、小さいものを乗せたり叩いたりするだけでは爆発しない。これを処理するには戦車の前にローラーのようなものをつけて押すというのが戦場ではよく使われる。ただし地面がデコボコだとローラーにぶつからない部分の地雷を見逃してしまう。加えてそんな除去方法に備えて踏んでから数秒間経ってから爆発する地雷もある。そうなると押している方の車両が被害に遭うこともあるんだ。他にも直接踏まなくても磁気だけに反応して作動する地雷もあったり、本当に難しいんだよ。
そんな理由があったんですね。ああ、だが地雷の本当の恐ろしさを知らないとかは関係ない。世界のために俺は地雷除去が行える重機を開発するよ。その後、日立建機は市販の油圧ショベルをベースに開発を開始。4年の月日をかけてプロトタイプを完成させていた。というわけで、伐採作業の効率化のために金属の刃を取り付ける形にしてみました。これならば地雷原の土も簡単に掘り起こすことができるでしょう。その上で地雷の新管に触れて爆発させることで手作業の数百倍の速さで除去を可能としました。あなたの考えは理解できましたが、それははっきり言って現実味がないですね。というと？実際に地雷原に入ってみればわかりますよ。あなたは地雷が爆発するのも厭わないという考えですが、地雷が爆発したら火薬の残った破片が各地に飛び散ってしまう危険性が生まれるんです。地雷を 100% 爆発させないと意味はないでしょうね。なるほど、 100% 爆破。わかりました。であれば、それを想定した耐久性と防御性を上げた新たな地雷除去機を作りましょう。もうしばらくお待ちください。そうして日立建機とカンボジア地雷対策センターが協力して作り上げた地雷除去機の数は実に11種類。どれだけの失敗を繰り返しても諦めなかったことで、各地域のニーズに合わせた地雷除去機が完成したのだった。ありがとう、本当にありがとう。あなたたちがいなかったら俺たちは今頃。気にしないでください。誰かがやらなければいけないことをやっただけです。人の命には変えられませんから。それからというもの、日本のいろんな企業が地雷除去機の開発に勤しんでくれるようになり、作業効率と安全性が急激に向上。そして今、彼ら日本の技術と思いやりの心は現在進行形で使われているのだった。へっへっへっへ、これだけの地雷原を作り出したので、奴らはこれ以上前へと進めまい。この隙に我々はより進行を強くして。大変です、司令。なんだ創造師、こんな戦火の真っただ中で束の間の休息なのだ。少しくらいは落ち着いて。そんなこと言ってる場合じゃありません。我らがウクライナに仕掛けた地雷が次々と除去されていっているのです。なに？632人の犠牲者と除去班の犠牲、これ以上理不尽な被害を生み出してなるものか。この日本がくれたエーリスで一個でも多くの地雷を見つけて除去してみせる。みんなやるぞ。おー、それは日本が安全に対人地雷除去を行えるようにと開発した最新型の地雷探知機エーリス。使いこなすには多少の時間が必要になるが、従来のものとは違って対人地雷の形状を電波の反射によって画像化するため、作業効率を格段に跳ね上げていた。これがあるおかげで確認のためにわざわざ掘削しなくて済むし、金属片や鉄筋と間違えることもない。その上、地雷が埋まっている深度までわかるしな。これを開発して提供と一緒に研修までしてくれた佐藤元幸さんには頭が上がらないよ。これほど有用的なものも他にはないからな。もっともっとこの技術を仲間に伝えて、一刻も早く人々が暮らせる状態に戻すぞ。おう！地雷除去のための多種多様な重機と地雷を即座に発見できる最新型の探知機。日本が開発し製造したこれらがあれば、1億個埋まっている地雷を全て取り除くことも不可能ではなくなるかもしれない。もちろんそれにはかなりの年数を費やすことにはなるが、少なくとも日本のおかげで生活圏の安全性はある程度は保障されていると言ってもいいだろう。まさか100キロに及ぶ地雷原がなくなって、その上に田んぼも畑も、ましてや学校までできるなんてな。こんな未来想像していなかったよ。俺もさ、日本の人たちがいなかったら、こうして安心して子供たちを送れる日はきっと来なかっただろうな。俺たちだけじゃなくて子供たちの未来まで作ってくれるなんて、こんなに嬉しいことはないよ。この国を生まれ変わらせてくれて本当にありがとう。